宮城ゴルフクラブに来てます。何年か前にコニカミノルタもやってますし鈴木愛が勝ったやつですね、はい、名門ゴルフ場に来たし、そこで18ホールストローク対決という名の、結構俺的にはこう回転してるイメージなんですけどね。どうやったっけさ、回ってなかった俺。よかったよかった。よくねえよ。もう食ってる。それえ何もう勝ちを確信してる。それもう食うってことは一つもらってるってことやから。松葉狙います。切れるナイスタッチ。ナイスタッチ。ピン大丈夫ですか。ヘイ、ナイスボール。これ取りこぼすわけにいかんすよ。本当に。うん。OK。これ。ギリいかんすね。ちょっと今メンタル飛ばない疲労になってるんで、メンタルが。おお、いった。バンカー入ったらあかんで。手前のバンカーだけ越えて。手前です。ちょっと振ってるさかいな。ビビっとる、止め。ギリやね。OK。
下半分超えます ?240 で超えないです。はい、じゃあフェードでいきます。あ、超えましたよ。超えてます、先輩。わ、球出た。あ、でかい。うまい。飛べ。あ、ちょうど。これは完璧です。入ったかもしれないです。いや、反応が良くなかったからあんまり入ってないと思います。私のモックスの目標は目標今年は、うん、まあ、やっぱクラブも買い替えたんで、はい、はい、今年の目標は今年の目標、仕事面ではサボらず頑張ります、はい。いや、あんな強かったら弾かれます。いやいや、あれは入るんですよ、持ってるやつは。いやいや、持ってないですから。マジか。もう、全然入らんやん。あー、思ったより切れたな。入った思ったっすけどね。いや、思った。それ好き、それ好き。あれ、こう、パーツ出されたら落ちるな。おい、おい、早いやろ、これ。それはええわ、勝負ありやな。あ、ちょっとフックしてる。あ、これギュンスピンや。あ、ほらほら、後ずさりしてるもん。いいバンカーでしたね。ありがとうございます。横から見てましたけど。よかったですか。ちょっと左曲がったけど。いや、でもしっかりダウンブローに入ってましたよ。ありがとうございます。ちょっとライ悪かったじゃないですか。いや、そのちょっとその先上がりです、ね、難しい状況からのパフったりガンと。ああいう時には気をつけるのは何ですか。そう、やっぱちょっとアッパーに入るとダフっちゃうから、はいはい、持ち上げないように。そうですね、上からこう下に。普通に気持ちは良かったけどな。普通右膝ね。うまい。こっちは踏んだ。あー、ダフトが聞こえた。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパーでしたね。バンカーからアプローチも良かったっすけど、ね、アプローチも良かったんすよ、僕の中では。打ちどころが悪いっす。あ、すいません。なんかポンって飛んだらもう終わりやんと思って。でもあの感じでアプローチできたんですよね、あのこじんまり打法。うん、バンカーまでが245。いいね。ほんまや。でも入らへんか、245ぐらい。おー、ほんまやね。それはもう245ちゃうね。ね、入った。おー、ことやん。飛ぶね。ナイスチョロ。すごい。ドロップボール。ナイスチョロ。バッカーからドロップボールを打てる選手。ナイスチョロ。すごい。
ドローで打ってきたな。